はい、皆さんこんにちは。ボルニオ TW ゴルフチャンネルへようこそ。今日のお題は縦振りか横振りかです。ではやっていきましょう。ではこれからその縦振りと横振りのスイングを説明していこうと思うんですが、この違いは一体何なのかっていうのをちょっと説明したいと思います。で、今回は横振りとして鈴木愛選手、縦振りとして李宝美選手のスイングを見ながら解説したいと思います。はい、ではやっていきましょう。まずは2人ともインパクトプレーンの線を引きましょう。で、これに対して、バックスイングがどのように上がっていくのかで、横型スイング、縦型スイングっていう違いを表すことができます。ではまず、鈴木愛選手のバックスイングを見ていきましょう。彼女の場合はクラブヘッドが線より低い位置、そして、ハーフウェイバックではちょうどこの右腕ですね、この角度に上がっていきます。これが横振り、まあ、フラットですね。フラットに上げていくスイングですね。で、続いて李宝美選手ですが、彼女の場合は線より多少上の方に上げて上がっていきます。こちらが縦振りですね。この差はすごい違いますね。もう一目瞭然でこの横型スイングと縦型スイングが見て取れます。はい、これが縦型横型のスイングの違いですね。まあ、ですが、彼女2人とも、賞金女王になっている選手で、どちらがいいどちらが悪いっていうわけではないんですが、私が推薦する動き、まあ、簡素化の中で、最も適しているのは、縦型のスイングになります。それはなぜかというのをちょっとこれからまた同じような形で説明していきたいと思います。はい、まあ、縦型がいいということなんですけども、それはなぜかというと、李宝美選手ですね、アップライトに打っていって、トップの位置がちょうどこの位置になります。で、同じように鈴木愛選手ですね、フラットに上げていって、で、トップに持っていきます。はい、で、まあ、どちらもほぼ同じ位置のトップに上がっていくっていうことなんですね。どちらもだいたい右肩よりかは、まあ、後ろ側に持っていってます。どちらもほぼ同じということなんですね。まあ、ですので、何が言いたいかというと、まあ、そこに同じ位置に持っていくのに、最短距離っていうことを考えると縦型になるわけですね。鈴木愛選手の場合はまずスタートがこの位置で、バックスイングで後ろに行きます。はい、で、ここからクラブをこう上げていってるわけですね。持ち上げています。つまり余分な動きが出てくるわけですね。で、李宝美選手の場合は
トラブルヘッドコムですね。はい。上がっていきます。はい、上がっていきます。はい、お分かりいただけるでしょうか。つまりですね、この線が鈴木愛選手の場合はこう丸くこう内側、まあ、低いフラット側から上に上げていきます。ですがイーボミー選手の場合はクラブヘッドがここをまっすぐこう直線的にトップに持っていけるということなんですね。ですので簡素化のスイングにおいてまっすぐきれいに持っていけるっていうのが大事になっていきます。これが私がスイッチ線する、まあ、縦振りのスイングの理由ですね。こうまっすぐ持っていけるということです。はい、今見ていただいたように、フラットから上がっていくスイング と、まあ、アップライトに上げていくスイングの違いっていうのを、見ていただけたと思います。まっすぐ持っていけるかどうかっていうのがポイントになってきますね。それが最も簡素化できる、スイングプレーになります。はい、でそこの、スイングプレーンっていうのがちょうど肩のラインになります。これが最も難しいところですね、ゴルフにおいて。皆さんが一番最初に間違えてしまうところだと思います。ここが間違ってしまうとその間違ったまんま、スイングを修正しなきゃいけなくなってしまうので、まあ、癖のついた、スイングになったり、合わせて打たなきゃいけないスイングになってしまうっていう方が多く見受けられます。はい、ここで、もう一人のスイングを見ていただこうと思います。それはマキロイ選手ですね。基本的に彼のスイングっていうのは皆さんはフラットスイングっていう解釈をしていると思います。ですが、気をつけて見ていただきたいことがあってですね、彼のバックスイングですね、まあ、一回見ていきましょう。先ほどと同じようにですね、インパクトプレーンの、線を引きます。で皆さんの認識では、彼のスイングはフラットなんですが、彼のバックスイングっていうのは先ほどイーボミ選手と同じようにクラブヘッドが線より高い位置に上がっていきます。つまりここから言えることは、彼のバックスイングはフラットではないということなんですね。きっちりと肩のラインに上がっていって、まあ、どっちかというと縦型のスイングに属するという解釈もできるわけですね。ただやはり違うのがこのダウンスイングであって、ここから腕が沈み込んで、かなりフラット方向に持っていき、インパクトを迎えるようにはなるんですが、これが皆さんのシャロースイングですね。シャロースイング、今流行ってるシャロースイングの打ち方になっています。ですので、間違ってはいけないのがこのバックスイングですね。こうシャローのインパクトをするためにシャローにバックスイングを持っていくっていうのは間違いということなんですね。必ず
というか、必ずこのシャフトが右肩の線、右肩に沿って上がるということを覚えていただきたいですね。まずこれが大切なことです。はい、いかがだったでしょうか。つまりそのフラット、シャロースイングですね、シャロースイングをするためにバックスイングをフラットにするっていうのは、間違いだということを分かっていただけたと思います。シャロースイングをするためにもアップライトに上げていくっていうか、肩のラインですね、肩のラインにシャフトを、シャフトプレーン、プレーンを肩のラインにして上げていくっていうことが大事になります。それが分かっていただけたら、今回の動画の趣旨を伝えられたと思います。で、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。